ボートレース若松のパイナップルナイターシャボン玉石鹸杯シリーズ4日目の戦いもラストカード特選競争第12レースの時間を迎えました。この12レースの直前に風向きがガラリと変わっています。今日は朝から強い向かい風の吹く競争水面でしたが、この12レースの直前に緩やかな東風と変わりました。気温は変わらず10度。その水面で初日の9レース以来の女子レースとなります。12レース対戦メンバーです。1号艇香川の平高奈々、2号艇長崎の野田翔子、3号艇静岡の池田明美、4号艇岡山の若狭奈美子、5号艇岡山の森岡真希、6号艇福岡の小木千奈、以上6名による対戦、枠なりに作戦行動です。人気が集中したのは1号艇平高奈々です。実力も成績もパワーも格上、1号艇平高の陰線に期待が集まります。2コースには2号艇の野田翔子、3コース3号艇の池田明美、4コース角の位置には4号艇若狭奈美子です。昨日はまくり出しで白星、今日の前半3レースは西山相手にパワー見せつけてトップ争いを繰り広げました。5コース5号艇森岡真希、大外は6号艇小木千奈、1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしていきました。1番、3番、この辺りがわずかに覗いたスタートです。その後は1号艇平高が出ていって1枠の攻防、逃げる1号艇平高、刺す2号艇野田、まくり出しは3号艇の池田、先頭は1号艇の平高が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇平高先頭、2番手は2号艇野田、外から3号艇池田、内を伝っては4号艇若狭が上がっていきます。2マークトップで1号艇平高、続いて4号艇若狭がやってくる。2号艇の野田は刺して、さらに内を3号艇の池田、2番手は4号艇の若狭、2号艇野田、3号艇池田、3艇による接戦となっています。レースは2周目に入りました。そんな中先頭は1人、1号艇の平高が抜け出しています。2周の1枠トップでクリア、2番手は3番、2番止まって刺す4号艇の若狭、ここで4号艇の若狭奈美子がリードを奪います。2番手、3番手に3号艇の池田明美、すぐ後ろの4番手が2号艇野田翔子、その後ろは離されて5号艇森岡、6号艇小木。2周2マークトップは1号艇平高、2番手4号艇若狭、3番手2号艇野田を刺してくる3号艇の池田、3番手は2番3番の接戦から3号艇の池田が優勢に運んでいます。アウト粘る2号艇の野田翔子、ボートを内に持っていきます。これから最終周回1幕、先頭は人気に応える1号艇平高、2番手4号艇若狭、その内から3号艇池田がやってくる、さらに内側2号艇の野田、なんとかしのいだ4号艇の若狭2番手を守っていますが、その外には3号艇の池田が並びかけています。2番手は4号艇若狭、一定審査で3号艇池田、ワンチャンス伺う2号艇野田でラストターンバック。まずは先頭1号艇平高が抜けます。そして2番手4号艇の若狭が先に待って、2番手は取り切りました。3番手3号艇の池田、1番4番3番で間もなくゴール、1番五輪、4番五輪、3番五輪、2番五輪、5番五輪、6番五輪、以上前提五輪しました。